とホラーゲっぽいよねさあ、今回やっていくゲームですね。消えた VTuber。もうあんまりよく VTuber っていうのはなんかすごい詳しいといえば詳しいかどうかはわかりませんが、こういうね、いろいろね、ある世界の中で VTuber というものはね、いるんですけれども、そうですね、そちらのなんかわからないけど、とある事情で消えてしまった、消えてしまった VTuber。なんで消えちゃったのかっていうのを探る。 かな結構でもリアリティでその人のツイッターとかも見なきゃいけないんだってちょっとガチのリアリティホラーゲームやっていくかで消されたのか消えたのかわからないんだけども消えちゃったのは白羽月見ちゃん白なんていうのこれ白鳥白馬白馬なのかな結構難しくないこれキラキラネーム白羽白羽月見白いに羽の月見ちゃんっていう子がいるんだけどその子のま月見ちゃんかな VTuber 月見ちゃんのなぜ消えたかを探るゲームをやっていきたいなと思いますあんまり ちょっと深掘りしちゃうとね、僕もね、ちょっと怖いんで。怖いよ勝手に見てんじゃねえよなんか、ちょっと言われちゃいそうな感じだから、ちょっと怖いね。もうやめろか怖いから、やーめます。 <laughs> 大丈夫、うん、やっちゃっていいの探っちゃっていい干渉する場合があるから、いろいろ映らないように気をつけてください。わかりました。完全防具でいきたいなと思います。もう備えてるからな。いろいろ映らないように僕頑張るぞ。各種ブログのサービス。なるほどね。気をつけましょう。え、怖いね。これ自体が、ああこう、こういう感じで出たんだ。ハッシュタグ、消えた VTuber を知ってください。さあ、やっていきますか。月見ちゃんの VTuber 生活、どんな VTuber 生活を送っていたのか。レディゴー。 うん。もう何なの怖い最初から怖いわこのゲームは、シラハちゃんか。シラハちゃんっていうのはね、シラハ月見の関係者、岸和田さん。何これまあ、カッの仮の名前からメールでお聞きした内容をもとにしています。そのため、ゲーム、ゲームというより、岸和田さんの過去を追体験するデジタルノベルと呼ぶ方が適切な内容となっています。え、じゃあこれ本当の話ってこと岸和田さん話そうよ一緒に解決しようぜ <laughs> 怖いね。かっこ本当みたいな。このゲームを作るために、このわざわざアカウント

あ,あやばいよいきなり病室はちょっとあれだねあれひどい頭痛で目覚めた俺は自分が病室のベッドの上にいることに気がついた窓から差し込む日はかなり傾いているもう夕方のようだスマホの日付を確認すると今日5月19日を指していた今日は朝から大学に行ったはずどうして病院に記憶がこっそり抜けているみたいだ大きな事故にでもあったのだろうかそれで記憶喪失記憶喪失多いな毎回僕やるゲーム全員記憶なくなってるね多いんですね 記憶喪失ね俺の名前は岸和田近所の大学に通う大学生今朝からの記憶以外ははっきりしているみたいだな、うん、うわびっくりしたーやめろよ考えを巡らせていると手の中のスマホが突然震えたあ 三谷ちゃん、ちょっと危な、あ、三谷ちゃんね。三谷ちゃんからのメッセージだって怪しいアイコンしてるね。いかにもなんか男とやっちゃいそうみたいな。いつでも私スタンバってるよみたいな。ボンバーマンみたいな女だな、これ。やばいね、これ。岸和田、大丈夫今から見舞い行く。あと、お前。え何三谷ちゃん、女の子じゃないの月見、わかる芸能人か、なんかのキャラクターか、どちらにせよ知らない名前だった。VTuber らしいけど、気になるんだよな。 お前、調べてくんねキャラの設定とか、事務所とか。なあ、お前がやれやなんで僕に残業し向けられないといけないのこの子じゃ、男の子なのか男の子が、なるほどね。男の子が聞いてて、これじゃ、ガチのアイドルが好きみたいなアイコンでそれ設定してんのね。なるほど、なるほど。Vtuber? 三谷に Vtuber に興味あったのかあ、三谷か。あ、三谷難しいねな。三谷にでもええやろ。ダメか。なんで俺がそんなことを、わざわざ俺が調べる必要なんてない気になるなら、三谷が調べればいいだろう。あー、これ三谷。 怪しいねなんか点と点繋がっちゃうこれね三ツ谷の願いは無視し俺はいつものようにまとめサイトを眺め始めたえなにこれ命って信じる言霊あ、言霊か言霊勝る 愛称 <laughs> ってなんだよ儀式を書き込む失礼おお、なんか3つ選択あるけどえー、これセーブできないのかな言霊じゃあ一番上にする言霊って信じるあでもなんか言霊難しいからさなんか出てきそうだねいっぱいで何言霊長回線悪すぎだろ言霊ってあると思うかあるやうちの母親父親のことを毎日ほやって言ってたら本当に事故って縁起まった縁起悪一番最初の記事怖<っ>。<laughs> パワーワードすぎ 最初から一のやつ。言葉って言い続けると本当に魔力を持つから。オカルト的な話題が続いている。別に読まなくてもいいかな。お見るのやめる。もう見るのやめていいすか。わい <laughs>、わいしょ、仕事を失う。なにこれ。電波がね、あんまり悪い。外出た方がいいな、これは。まだ出ないのわいの何が悪かったんや。経費ちょっと多めに申請しただけやないか。残党、警察行け。このそれは別に見なくてもいいか。なんだったんだよ、じゃあ。知ってる儀式を書き込むすれ。また病室で。もう できるでしょそんなもう三ツ矢と一緒に喋ってるぐらいだったら不思議なものを呼ぶ儀式を教えますね二人以上で言ってください夜にやるのがおすすめですなるべく大人数でやると効果があります一一人一人鏡を持つ顔が映ればオッケー二鏡を映る自分の顔を見ながら誰か一人が以下の呪文を三回唱えるその先はページが読み込みが遅くて見ることができないもう全部どうでもよかった全てもうこういうのであっという間にね 二三十分過ぎちゃうやつね。わかるわかる。言ってることはわかるけど、僕の動画を今すぐ見なさい。今すぐそれを見てるぐらいならば、僕の YouTube を見なさい、皆さん。はぁ、あ。そしてまた時間食っても夜になっちゃう、これ。回線を押す 病院は電波が悪いようで何秒か待たないとページがまともに見られないそこまでして見る価値のある情報もなかった俺は諦めてスマホから目を離したしかしマの外は何の変哲もない風景だ病室にはテレビもないこれでは時間をつぶせるはずもないしかたねえな暇つぶしあーそこからなっちゃうのねいや電波悪くだろ月見も軽い気持ちで月見の検索マに打ち込んだと探してみるかみたいななるほどねあ出たミサナ1ナ えー、すぐに月見の SNS アカウントがヒットした。えー、三つ白葉月見の事務所とかキャラ設定を知りたがってたのてんてんてん。おあここでセーブできるじゃん。一応しときますか。白葉月見のアカウントを見る、ツイッター。え、大丈夫なんか飛ばない飛ばないなんか、セクシーな、月見ちゃんもしかしたら、セクシー系のグラビア系かもしれないから、ちょっとやめよう、やべよ。僕の麦を担いでるドライフラワーをのサムネにしとこう。いや、飛ぶ他のサイトへのリンクを開きます。あー、怖い怖いよ危ない危ないまあ、でも大丈夫。そんな 変ならなかったそんな変なの。はい、じゃあ。え、ガチリアルだね。すごいわ。これ見るってことはい,い。ちゃんとしてるな。作り込まれてるな。これ僕が宣伝のこれ、売名してるとかじゃないよね。こいつフォロワー増えたら、よーし、今がチャンスだ。やってやろうとかじゃねえよな。大丈夫かこれ。ちょっとちっちゃいもうちょっとでかくするちょっと待ってね。これ始めるんじゃねえの <laughs> こっから <laughs> <laughs> か。へへへへへへへ。回収回収って言ら。そんなことない。ガチじゃん。ガチのツイッター飛んだよ。えー、ミサナナ一期生だって、事務所 通称ミサキセブンうわな,な,なんかもう通称ミサナナ一期生のアンドロイドもう月見ちゃんですだってあとこれなんかファンのさそのあれでしょ絵文字つきなさいみたいな感じでしょみんなにもっと知ってもらいたいタグとかねファンアートここで書いてくださいみたいなお付き合いいろいろあるよね、えー、なるほど20483年から来たのだいぶ未来系だね4月からツイッター始めてると大丈夫かこれどんどん下に行ってこれもは自己紹介の固定された文章や え、これ YouTube って飛べんの完全にそれやっちゃったらね、あれだけど、倍目なるけど。<laughs> マジかよ。ああ、でも、4月3日、はい、これ営業して、突然のこれ引退かな一週間やっ の配信終了してほうほうほうコメントしてくれたみんなありがとうやっぱりちゃんともう一度相談してみようと思います心配かけてごめんなさいえ4月23日何かあったのあ、30って言った僕え、ね、30んかなんかいたごめんなんか色々ねその前になんかこの配信があっての相談して終了になっちゃってるわえその前にも色々あるっぽいよ最初のではちょっと見てみますか1回1回ねちょっと怖いからねこんな感じでこんな感じ始めましてみたいな結構大 だいぶね初日の初投稿からだったらうわもうなんかいいねされてるやめ,ろやめろやめろやめろ月見ちゃん自己紹介でやってもう少し待っててねみたいな感じで自己紹介動画撮ってるけどそんなに喋ることもないのに噛みまくってるもうちょっとだけかかっちゃいそうです初配信まで滑舌直すぞって滑舌相当悪いんだねじゃあね <laughs> にちかちゃんのシナリオ気になるチャニマス配信ももうなんか全部身内なんだなあドキドキえこれ YouTube 飛べるのか来週からグダグダ ななるけどみたいなあ結構ホラーゲームもやったりする系だわ。ドキドキ。気持ち悪くなっちゃって途中でやめちゃった。YouTube 見てみないとわかんないのかね。気温低気圧辛いって僕と同じこと言ってるじゃんけ。<laughs> 鼻が死んでる。体調悪いツイートしかしてないよ。体調悪いツイート。あ、飛べないんだ。え、閉鎖されてるあ ?YouTube のウラル飛べなくなってる。マジか。なるほどね。それもなんかいろいろ過去があるって。 え、だったらツイート、ツイートとかも検索できないようになってないのか。あー、ここら辺で結構悩んでるわ。結構悩んでる記事があるね。みんなと話せるように頑張る。もし、あまりつぶやけなくてごめんねーって言いながら、事務所さんと相談タイムしてる。いっぱい。ポカロとかいっぱい歌えてよかった。え、後半変なものと入っててごめんなさい。外の人がうるさかったみたい。ちょっとこれも怖いね。怪しいね。文章が怖いよちょっと全部あこれ22日もやばい見て、またで 電話された4月22日なんだろうこれまた電話されたっていうのはなんかあったのかな V 界隈というものなのかなわかんないけどそこでいろいろあったんじゃないのかね分からんわっていう感じでツイッター見たんだけれども YouTube をちょっと一回見てみるかあ YouTube 本当は飛べなくなってるできないね無理だわ閉鎖されてる YouTube チャンネルなるほどはい見ました見終わったからじゃあこれでだいたい徹底的に君の足から頭まで見ちゃったよ <laughs> 足から見ちゃってよ。<laughs> 呼み終わったからここを押して進行はいえー、ツイートをひり見て俺はブラウザーを閉じたこれで三つやには送信できるだろう,う返信か返信できるだろうおいブーブーなってるよわかった月見のキャラお前ええねー三みつや月見は四角四角四角という設定だよなカタカナで入力うおいそこまるまつクイズか大丈夫僕にはリスナーがいるアンドロイドっていう設定でオッケーこれを打ちましょうかアンドロイドで。 はい、アンダーライダー。も <laughs> うちょい絵文字ぐらい使えよ。主人公。うわ、三ツや気読、は <laughs> や、きも。やべえな、こいつも。性格悪すぎ。二人とも結構やばいな。アンドロイドか。事務所は事務所の名前、なんだったっけキラキラドリームスだっけ <laughs> あ ?6 文字え、なに三崎セブン。よく覚えてんね。三崎セブン。うん、セブンイレブンみたいな。三崎セブン。三崎セブン。おなるほど。ありがとう。自分で調べればいいのにね。今度配信やればリアタイする。 <laughs> 現代用語におじさんついていけるのでしょうかリアルタイムで見るってことねそれは不可能だなぜなら白羽月見はあ 結婚した、失踪した、引退した。えー、これでも引退配信みたいな感じで引退しますみたいに言ってたから、失踪でもないの結婚でもないもんね。じゃあ、これは、あれでいいのかな引退したでいい引退した。引退したよ。そうなのか。てんてんてん。せめて、アーカイブは見てみるわ。アーカイブもないんですよね、これ。三つからの連絡は、それで一旦途切れた。なんだったんだよ。お前ももういい、もう、病院から出てけどんだけここにいるのどうして三つは俺に調べさせたのだろうあいつの行動には、 どうも違和感を覚えるそれに白羽月見はどうして引退したのだろうもちろん引退の理由なんて様々だろうだが引退直後の彼女の投稿が気にかかるね言ってたもんね悩み事を抱えて VTuber を続けられなくなったのではないだろうかえーなんだろうちょっと悪い事項に会うのは怖いからねせめて好きな人できたとかにしてほしいわこの時点で俺は白羽月見に強い興味を抱いていたもっと知りたい調べたいと引退してても動画はあるかもしれない調べる価値はある 白羽月見検索お月見の切り抜きがあるこれは動画や配信の一部を転載しているタイプのチャンネルだったこれ以外に白羽月見に関する動画は見つからない背に腹は変えられないかおお。 え ?YouTube で動画を見るおいおい、再生1再生貢献してるぞ、これ。くぅ。こいつとんでもないな。これ多分収益得てるやろ。許さんぞ。まあまあ、<laughs> やらさせてもらっているからね。まあ、これはまあ見るしかないね。YouTube 動画見る。これおもろいな。毎回見させられるんか。YouTube チャンネル。あ出てるわ切り抜きチャンネルは、ちゃんと復活されてる。え ?5 万再生もされてんだけど。マージ言ってる。月見チャンネル。えー、こんな感じ。リアルにあるね、YouTube サイトで。マジか。はあ、はあ、えなんだろうなん この43秒と一番最初のやつとあこれ無断転載されてるんやこれじゃいけないじゃんとか言って多分制作者が、ね、多分やってると思うんですけどよし見てみようよはじめましてのまあシンプルキャピキャピなやつですねキャピキャピなやつ再生してみますかこれ見てみるわリアルしセブはシラハツキンおうもーこの動画です ぜひ私のことを知ってくださいねはいはいはい基本ジャーハン2043年からやってきたアンドロイドなんですなるほど誕生日は4月29日好きな食べ物は牛と豚とお餅です大胆だな全部焼肉が趣味だすげー大胆だな豚牛大雑把すぎんと楽しい時間が過ごせればいいなと思います まぁ最初はこんなもんかうわあびっくりしたですがのんびり見守ってくださいねやめてよなに怖いんだけどビビったわさすがに 飛び跳ねた w <laughs> おいちょっとやめてマジ怖いから出てきて一回停止しちゃったよ怖。ーわーい僕の声にビビったごめんえ、切り抜きあ、切り抜きもう一個あるもう一個動物の内臓入っていましたえこれ見るか水道見た水道見た <laughs> あ、でもちゃんとボーカロイドみたいな声ではないね水道見た水道見た <laughs> 閉めました<え>それ前の話でしょ水道見たふ んあちょっとごめんねこれ切り抜きするやつもやばいだろ <laughs> えっ ?V フラかこれがごめんね荷物届いててえなんかね嫌な予感すんだよね宛先も差出人も書いてないからさ けんのかーい <laughs> <え>あ大丈夫<え>多分そうだろうなって思ってたから<え>中身中身はね動物の内臓みたいなやつ入ってました <laughs> そうだなと思って入ってるやつじゃない今まで お付き合いのみんなには心配かけたくないから言いたくなかったんだけど2週間ぐらい前からかなずっと嫌がらせ受けてるんだよねごめんこの放送は終わりにして新しく枠立てるね詳しいのはそこで話すからやるんか新しい枠 大丈夫、<laughs> ありがとう。<laughs> じゃあ放送切るね。おちょっと。えって言って全部終わり？あ終わりだわ。水道を見た。水道見た。ああ終わりだ。<laughs> はい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 。ええー、なるほど。っていう感じの配信があって、えー、は内臓入ってる？ <laughs> うわマジかー。なるほど、なるほど。見たわ。2個。なんなら4個くらい見たい後、まあと。でも、YouTube の、その、切り抜きチャンネルは2個しかなかったな。なるほどね。終わりました。えー、マジ内臓なんか入ってんのでも、豚と、 ねえあれ好きやったからいいんじゃないこれ調理してもらって <laughs> そんなポジティブには無理当てらなかったらちょっと怖いな事務所の人やったらもううわ内臓来たんだけどでいけるけどさすがに無理がありすぎるか視聴したらここ押して進行はいチャンネルには白羽月見に関する動画が2本投稿されていた自己紹介動画と配信の切り抜き最初の方も変だったが問題は2本目だ大変な目に遭ってたんだな嫌がらせなんて誰がそんなことをアンチにしてもやりすぎだよなそれか頭のおかしい ストーカーの仕業かうわぁやめてめっちゃ怖いうわぁみつや見計らったようにみつやからの連絡が来るなんなんだこいつは月見の動画見たよ今出先で動画見れなくてさ内容教えてくれもええねこいつ別にお前こ多分友達になりたいんだろうね相当僕と多分月見のことは別に関係なくてあれなんだよな知りたいじゃないの僕のことを会話したいよ四月二十九。僕の誕生日 月曜日の1ヶ月前やんけ 日4月29日この間だったんだじゃあ好きなものえな、ー、んだったっけ牛豚餅牛豚と餅だったっけ多分そうだよね塩ってやばくない逆に好きなもの塩でびっくりしたな塩って言ってほしいわチャンネル登録それだけで1万人ぐらい増えそう豚とえー、じゃあ牛と餅ねこれねえー、あと2本目の動画なんだったサムネとかタイトル不穏わらえー、2本目では白髪君がまるまるを受けていると告白したな何嫌がら かはいはいはい嫌がらせこれびっくりマークとか置くとなんか反映されるのかね嫌がらせそれでも間違いみたいになっちゃうそうだったかあダメだったんだ <laughs> あびっくりマーク入れちゃうのダメだね嫌がらせはいオッケーすいませんでしたええっえっ怖い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  何,急に何のこと確かに俺の記憶は抜け落ちているみたいだがうーんやばいねこれで何でしょうかう無言で2件のうららが送られてきた三ツ矢パッと見た限りブログの記事のリンクウイルスの可能性もあるが俺は好奇心を止められなかったお前友達なんだろ三ツ矢って先を知りたいという思いで頭がいっぱいだったのだうわーびっくりした順番に確認しようはいななにににな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 に 見ますから見ますからもやめてください一つ目のウラル見ますよ。はい最後まで動画を見てくれてありがとうございますこの動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いしますチャンネル登録のやり方はパソコンの人は右のボタンから 携帯の人はね概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてくださいそしてね Twitter も毎日更新してるのでフォローしてくれると嬉しいですそれではまた次の動画でお会いしましょうバイバイ